追加放送です。すいません、質問をいただいてたのに回答してなかったんですね。すいません。SNS の使い方といいますかね、Facebook が主になりますけども、 Facebook で記事を書くと、自分の記事をね、否定するようなコメントを書いてくる人がいる。しかもその方は長くて何回も書いてくるんだって。こういう方にはどういうふうな対処があるんですか、即ブロックですかっていうふうなことをね、聞かれていたんですよね。すいません、答えるのを忘れておりました。で、こちらに対する回答としては、まずね、そういうふうな書き込みをする人の心理をこれからね、ご案内したいと思うんですけども、多分その方はですね、自分の投稿欄、要するにウォールっていうんですけども、自分のアカウントのウォールに何を書いても反応がないんですよね。反応がなくて寂しいから、すごくコメントが活性化している人のコメント欄に自分の主義主張を書いて、多くの人に分かってほしいっていうようなね、そんな心理状態だと思います。そういうふうにした時に、実はですね、コメントという体を取りながら自分の主張を人のウォールに書いていくことによって、多くの人に見てもらったぞっていうふうなね、自己承認欲求を満たすのと、あと一つはですね、自分は賢いというふうに見られたいわけなんですよ。要するに人が何か書いていると、それに対して論破してやろうと、で、自分はこの人より賢いんだぞっていうアピールをしたくてですね、乗り込んでくるわけなんですよね。よく言われることですけども、自分の記事の投稿欄っていうのは庭なんだよと、我が家の庭なんだよってことなんですよね。じゃあその我が家の庭にコメントという形で書く以上は、やっぱりね、踏み荒らさないように丁寧に配慮して書く必要があるんじゃないかなっていうふうに考えてる方もいらっしゃって、私はそれはなかなか言えてるなと思ったんですよ。皆さんもそうですけども、自分が自己表現のためにね、何か気づいたことを SNS に投稿しますよね、 Facebook に。で、そうするとそこにいちいちね、突っかかってきたり批判したりとか、もっともらしいことを言う人が来たらどう思うかってことなんですよ。やっぱり気持ち悪いなと思いますよね。そういう方と仲良くできるかなと思ったらできないと思うんですよ。反発が生まれると思うんですよ。だからそういう風になっちゃうのを分からずに、人の庭に入ってきて自分の主義主張をドカ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 書いていく人には、あんまり仲良くする必要はないんではないかなと思うんですよ。やっぱり、配慮に富んでいてですね、人の気持ちが分かる人っていうのが本当に賢い人かなと思うんですよ。で、賢いふりをしたい人っていうのは、人の出鼻をくじいてですね、人が何か言ってることをもう潰してですね、で、自分が勝ったつもりで気持ちよくなっちゃうというね、本当はちょっとね、気の毒な方なんではないかなと思うんですよ。私はね、そういう方が自分のウォールに書いてくださったりするのも一つのね、面白さだと思って、別に否定はしないんですけども、どんどん書いてもらえばいいんじゃないかなと思いますけども、でもね、やっぱり気持ちよく SNS を楽しみたい方にはあんまり向いてないと思いますので、ブロックしてもいいんじゃないかなと思いますよね。そしてね、そういう方っていうのは結局自分の相手をしてくれる人っていうのはいなくなるんで、どんどん自分がコメントを書けるところがね、限られてくるんですよ。そうなると、自分はここのコメント書いても大丈夫なんだと思ったら、そこに集中的に書くようになって、他の人のところに行かなくなりますんでね。そういう意味でも、私のね、投稿欄に何かコメントをいろいろ書く人がね、困ったコメントを書く人がいても、私は あなたのためにここ残しておくよみたいな感じでね、これからも特に何もせずにね、放置しとこうかなと思いますよね。ただね、私やっぱりいいコメントに対しては早く反応したいんですけども、ちょっとそういうふうなね、配慮を書いて賢いつもりで、なんかね、自己顕示欲の塊みたいな、自己肯定感の塊みたいなコメントっていうのは後回しになっちゃうんで、返信がほとんどできなくなっちゃうんですよね。そういうなんかちょっとおかしな方っていうか、困った方には。なんかやっぱりね、人の気持ちが配慮できたりとか、気持ちよくコミュニケーションできる方に重点的に私は、コミュニケーションをお返ししていこうかなと思いますんで、その辺はね、差がついちゃうのは仕方がないかなというところでございます。私もコメントを読む自由と、コメントに返信しない自由を持ってますんで、それからね、久保さんの言うことはこうじゃないのっていうのは、新しい、ありがたい意見だと思いますけども、だから私はね、やっぱり間違うことも当然ありますし、勘違いもあります、先入観もあります。で、この時点での先入観で話するわけですから、昔こんなこと言ってたのに今意見違うよねっていうふうに責められても、それは当たり前じゃないですかっていうことしか言えないんですよね。人は変化しますんで、じゃあ昔の考え方を間違ったと思っても改めずに、間違った発言をした方が正しいのかってことになっちゃうんですよ。ですので皆さんもね、これ違ったなと思ったら堂々と間違えました、今度からこういうふうに考えますでいいんじゃないかなと思いますし、人の意見を聞いてね、参考にする面があっても、その人の言われる通りに自分たちの人生を決めてるわけではないですし、自分たちの人生を発言を決めるわけではないんで、多くの方がどう言っても、特定の方がね、何かを言っても
だからといって流される必要はないのかなと思いますよね。はい、伊波さん、今後もよろしくお願いしますということで、 SNS で記事投稿した時に困った人が現れた時の考え方を今日はお伝えしました。本日は以上でございます。それではですね、下津井の方でお会いできる方、本当に楽しみだなと思います。本日もよろしくお願いします。